はい、さあ今度はじゃあ羽生選手の、ね、演技もう一度振り返ろうと思うんですけれども、はい、ちょっと浅田さんがほっとした表情になりました。やっとほっとしました。そうですか、はい、羽生選手はショートプログラム歴代世界最高得点、はい、ありがとうございます。これは素晴らしかったですね。まあ、やっぱり点数出たのは正直言って、驚きっていうのはすごいあるんですけれども、まず同じような演技がすごい素晴らしい演技が2回も続けてできたことは良かったなと思います。そうですか、ね、アメリカ大会で最高を出してさらにそれを上回る得点だったんですけれども、そのショートです。これはパリの散歩道、はいはい、どんなことを意識して滑ったんでしょう。この時はあんまりなんかジャンプのことを考えずに、とにかく綺麗に滑りたいなっていうイメージで滑ってました、はい、そして最初の4回転、ここからもう頭4回転に切り替わってます。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい高さでしたよ。流れもすごいし、そうですね、でもやっぱり結構自分たちで研究してきてフォームは確立してきたんで、まあでも安心して動力が飛んでました。このスピンも柔軟性のあるところがよく見えてて、軸もしっかりしてましたよね。そうですね、まあアメリカ大会の方でちょっとぐらついちゃって、まあなかなか納得できなかったんで、とりあえずスピンはすごい練習してきましたね。成果が現れてますよ。全部4取れたんで、ね、よかったです。よかったね、はい、ここら辺すごい緊張してるんですよ。そんな風には見えなかったけども、4回転よりもトリプルアクセルとルッツ等がすごい緊張しましたね。でも素晴らしいトリプルアクセルですよ。休んでます。いやでも休んでるようには見えなくなったんじゃないですか、はい、ね、去年よりは全然、滑ってるようには見えるかなみたいな。危ない。危ない。危ないです。ルッツトーループは本当に確率低かったんで、もう一回4回転トーループやりたい気分でした。皆さん、このスピンなどご覧になってどうですか。もう全部すごいですよね。もう本当にもう最高のショートプログラムで、もうすごいと思っています。本当にレベルがもうハイ、もうハイハイレベルで、ハイハイレベルすごい、もう本当にもうすごいと思います。ありがとうございます。ね、羽生先生、あのね、大観衆がもうみんな総立ちになりましたでしょう、はい、やっぱりああいう瞬間を見ると本当になんか背中を押してもらったなっていうふうにすごく思える瞬間でしたね。ですか、はい、で今日はですね、お二人に質問をしたいという小学生がいらっしゃるんですね、こちらの会場にいらっしゃってる地元宮城でフィギュアスケートを習っている皆さん、はい、もう一度手を挙げていただいていいですか。見えます、見えますかね。上の方にいるんですけど、はい、はい、はい、ね、はい、はい、こちら先ほどのエキシビションで大変大きな盛り上がりを見せた観客席からです。それでは早速子どもたちに質問を聞いてみたいと思います。まずは羽生選手と同じリンクで練習している女の子です。羽生選手にどんなこと聞きたいですか。一番難しいスケーティングは何ですか。うわ一番難しいスケーティング、そうですね、本当に単純なんですけど、スリーターンとかクロスとかそういうのすごい難しいですね。あの本当に奥が深くて、もっともっといっぱい練習したいなって思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。羽生選手、相当練習したんですか。はい、それでは浅田真央選手へのすいません、ごめんなさい。ちょっとじゃあ羽生選手。そうですね、あのスケーティングの方は本当に重点的に練習してますし、今すごくなんか
やっと伸びてきたような感じがするので、すごく楽しんで練習してます。やっぱり基礎を、ね、しっかりやるってことも大事なんですね。そうですね、ジャンプにすごいつながってくるし、あとはやっぱりプログラム全体の流れとか、そういうものが大事になってきてますね。そうですか、はい、じゃあ伊藤さん。そうですね、とりあえずジャンプのことを結構考えてる時の方が多いですね。ただジャンプを決めてそうやっていくうちに、だん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 と乗っていって、スケーティングまたはスピン、ステップ、そういうことにも演技の何だろう、集中していけるのかなというふうに思ってます。ですか、羽生さんもね、ここであのフラワースケーターをやって、はい、5年前ですか、はい、で5年後この素晴らしい舞台に立ったわけですから、今のね皆さんも将来の羽生選手、将来の浅田選手になる可能性は十分にあるわけですもんね。いや、将来の僕じゃなくて浅田選手になってほしいです。将来の羽生選手目指してレベルは本当高いので。じゃあ羽生選手、はい、一つ一つ丁寧に最後まで滑り切る、はい、今回のプログラム、まあ、特にフリープログラムなんですけれども、細かいミスまたは大きなミス、本当に多くのミスが続いてしまったので、一つ一つ丁寧にやっていきたいなというのと、やはり最後の最後まで気を抜かないようにしたいなと思います。そうですか、お二人ともねグランプリファイナルが待っていますので、ぜひ素晴らしい演技を見せてください。はい、はい、体調に気をつけて頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、浅田真央選手、そして羽生結弦選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。